ゲイリーはアメリカ海軍のミサイルフリーゲート、オリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリーゲートの41番艦。艦名はドナルド・エゲイリー中佐にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。ゲイリーはカリフォルニア州サンペドロのトット・パシフィック造船所で1982年12月18日に寄港する。百八十三年十一月十九日に浸水し、 1984年11月17日に就役した。2006年9月1日に行われた平成18年度東京都足立区合同総合防災訓練に救援官邸として参加し、石原慎太郎東京都知事が上官した。2007年1月の時点でゲイリーは横須賀を母校とし、第十五駆地戦隊に所属する。2007年のうちにゲイリーは、 マク・キャンベルと交代して母校をサンディエゴへ変更する予定である。2014年12月4日、アメリカ上院は本館を含む4隻のオリバー・ハザード・ペリー級を台湾へ売却する内容を含む法案を可決した。2015年7月23日にアメリカ海軍を退役。その後マーク13モッド4発射機及びマーク 92スター FCS の再装備、衛星通信アンテナの乾燥等の工事を施した上で、2017年5月13日に、高尾市の左 A 海軍基地に開港、完名を、アウコウと改名し、中華民国海軍に引き渡された。2018年11月8日に、左 A 基地で収益式が行われ、 王子諸島の魔皇庫を母皇とする海軍146艦隊に配属された。ありがとうございます。